皆さんこんにちは。こんにちは。りんです。ついです。僕は今スマブラをやっています。はい。スマブラまたダウンロードしたんだよね。はい。私たちなぜ車の中にいるかというと、今からコストコに向かいます。コストコでホットドッグ食べたいんだけど、ちょっと間に合う。それまでお腹を持たないから。気分によって朝ごはんを。納豆巻きと鮭、サーモン寿司。で、私たちはみんなアメリカンドッグを買いました。今日はちょっとお客さんがめちゃめちゃ多そうで、覚悟していかないと。うん。うまい。おいしいですか？うん。うめえ。出ると思った。おいしいよね、これ。今日の目的は何ですか？ピスタチオ。ピスタチオ。と、スプレーのオリーブオイル。あと、餃子を買ってみようかな。ああ、美味しいって言ったね。餃子が美味しいって言ってたから、なんだろう、なんか買わなきゃと思ってたのに思い出せないな。なんか曲を、一曲をお願いします。ジングルベル。え、正解？すごい、すごい、それ才能だよね、なんかこの前からさ。やったー、当たった。どういうこと？すごい季節外れなんだけど。新作のコアラのマーチのソーダ味見て、なんか気になるくない？これ熊本のコストコは結構こういう場所に、まあ、どこもかな、うん、コストコってちょっと外れにある、少ないのかな。コストコに着きましたが、車がめっちゃ多い、止めれません。やっと止めれました。すごいね、人が。やばい。やっぱこんな日に来るもんじゃないよ。雨だしね、うん、大変だったね。買い物中に土砂降りになって、みんなの出口のとこに雨宿り、商品もびしょびしょで、私たちもびしょびしょで、なんとか傘をね、3本持って行ってたから。でも、傘持ってきててよかった。後でまた紹介します。お楽しみに。うぃー、ゆっくりゆっくりよ。すごいことになってる。イエーイ、バイバイ。なんかのアトラクションみたい。ただいま帰ってきたら、アキポンが自分のお昼ご飯を焼いておりました。アチャピが見えません。うちにしては珍しくたくさん買った方ではないでしょうか。買ったものをじゃあ見せていってください、アチャピ。はい、まずこれ。これはビニール手袋ですね、お料理用の。バリバリ職人、みんな大好きバリバリ職人は2個。そう、あっという間になくなるから2つね。なんかパパが持ってきた、なんか桃梅酒みたいな、ちょっと美味しそうなやつ。これが、それはなんかパパが飲みたいシャンパンかな。シャンパン、スパークリングワインですね、今日飲むそうです。これがスメカ。はい、これはアチャ議員が久しぶりに見たから最後のお会計前にぶっこんできたスルメちゃん。だって美味しいもん、開けとこう。これママがジンジャーエール大好きなんだけど、ちょっとカロリーがあるからね、それ気になってて、ゼロカロリーのジンジャーがあったので箱で買ってきました。ちょっと飲んでみようかな。いただきます。炭酸すごっ。お、全然ゼロキロカロリーじゃない甘さなんだけど、普通のジンジャーエールみたい。おお、美味しいよね。混ぜて俺にまだ早い？いや、いいと思うよ。ジンジャーってなんか知ってる？ギン君。ジンジャー、うん、お参りするとこ正解。それもジンジャージンジャーですね。え、めっちゃうまいじゃん。あ、美味しい、いいじゃん。これは水餃子なんだけど、焼き餃子としても使えるらしくて。もうなんか飲もうとしてるんだけど。え、今から飲まれるんですか？え、飲まなきゃ分かんないでしょ。おいただきます。なんでそんなちょっぴり少し。あー、美味しい。梅と桃がちょうどいい感じの。あ、めちゃめちゃ美味しい。なんかすっごい売れた梅みたい。次は裂けるチーズ12。はい、もうこれアチャピがもう主食としてる裂けるチーズですね。これはもううちがいつも買ってるキッチンペーパー。
とパン。ディナーロール久しぶりに買いました。うち冷凍庫ちょっと大きめの買ったんで冷凍します。今から小分けにして。スプレーオイル、パパがずっと気になってたみたいで、シューってやったらできるやつ。うん、これが何、こちらはアサイーですね。ネットとかでも今すごい品薄で、店舗でも一人一袋しか買えませんでした。これ、はい、これは犬用ワンちゃん用のお洋服なんだけど、めっちゃ可愛いっすよね。着せてみたくて買っちゃいました。あの、強い一回、こっちセリーです。ちっちゃいから持ちました。と、しじみわかめスープ、それからお寿司と、これはおつまみのタコとホタテのジンジャーマリネ。絶対うまい。これは美味しそう。初めて買いました。これ、これは去年も買ったネクタリンです。ママの大好きなアメリカンチェリー。アメリカンチェリー、今旬なのかな。すごい綺麗。これがオイコスのプロテイン、うん、ドリンク。コンビニとかで買うと1本300円ぐらいするのかな。200円ちょっとぐらいで、試飲したら美味しかったので買ってきました。と、いつものユダヨーグルトですね。あとバナナ、それから一番の目的だったいつものピスタチオを2パックと、コロコロですね。以上でございます。セリちゃんに着せてみますか。セリちゃんちょっと今ね、涼しくなってるからね、ちょっとラテに着せるのはかわいそうかもしれないけど。いてててててて、嫌がってる、嫌がってる、嫌がってる、うちやって嫌ね、やっぱね。あ、逃げた逃げた、逃げちゃったセリタン放心状態。セリタン、何これ顔めっちゃ上がってるやめろー。形に何をするにゃー。おの、ミニオン、ミニオン、ミニオン、外行っちゃう。歩きにくい、歩きにくいかな。歩きにくいね。あ、座っちゃった。やっぱ寒いよ。卵だろ。うんふん、お寿司は美味しい。セリタンは買い、サーモン解凍してたんだった。ママが寿司握ったの。寿司握らんわ。わー、見て。うわー、酒チーの山。午前中何してたの？物理勉強してたの。うん。あっちねーねはゲーム、多分ゲーム。頼んでいたものが届きました。開けます。はい、開けましょう。マラソンに詳しい方におすすめの靴を聞いて購入しました。白にしました。可愛いでしょ。めっちゃ可愛いんだけど。可愛いでしょ。ママそれ最初それにしようと思ってたんだけど、そっちをアチャピンにしました。ランニング用なのでめっちゃ走りやすいし、アチャピほらここがいつも狭いじゃん。うん、狭い。ここがねすごい広いやつだから。マジでよっしゃ、履きやすいんじゃないでしょうか。もうラテが入ろう入ろう狙ってる。これゴムじゃないの。可愛いんだけど、何してんの。ママも同じですね。1080。あれ？なんか思ってたんと色が違う。かっこいい。なんかグリーン系だね。ママもうちょっとなんかベージュ系だと思ったの、ここが。あ、マジ？え、かわいい。やっぱりね、形からだよね。アチャピ。アチャピ今日走り行くけん。あ、じゃあこれ履いて走ってみて、ちょっと。あと縄跳びもする。ママも行こうかな。これは銀のですね。これもかっこいいんだけど。ねえ、秋朝の。待ちに待ってたやつですね。私もうゼクシーミックス相当買ってます。めちゃめちゃ可愛いね、これ。これ可愛いです。あー、可愛いわ。こんな感じでございます。結構横は空いてるから、中にインナー着て着る感じ。踊ってみたでもね、活躍できそうですね。これは黒も刺繍ベージュだ。可愛い。黒も絶対かっこいいと思う。これ何、これ、すごくない。なんかやばいよね。走りやすいやつどこ。いいね、やっぱ軽い。軽い。今 YouTube で時計の勉強をしてます。銀くん、時刻が言えるかな。何時ですか。3時。3時です。1年生からやり直さないといけない。銀くん、ちょっと出ちゃう。
寝たの？昼寝したい。昼寝したら分かるようになりました。なんて言ってここにゴロンってしてたの？うん。っていうか、こんなでてたら一緒に寝ちゃった。一緒寝ちゃった。分かる。かわいそうです。痛いです。猫と寝るの気持ちいいもんね。俺寝たことない、一回も。ほんと？もうね、起きれなくなっちゃう、猫と寝る。ほんと？うん。ちょっと待って、なんか散歩してる人いる、玄関。ちょっと脱走を置いてきます。ここに散歩してます。玄君、初めてのディナールール。はい、うまっ。おいしいでしょ。じゃあこうやってジップロックに入れて、ご飯とかでも食べていいんじゃない。これで冷凍します。チチチチフライシャンフライチチチ。落とします。何これ。やーやーあーあーガシだけ落ちたってか。じゃあゆっくりでいこう。こっち側に落ちんでね。この乗り物は落とします。レベル2行って、レベル2。一緒に落ちるんだよ。20分走りました。20分で2キロ30。2キロ2.3キロ。カムは踊ってました。走りたくないので。あ、どう靴は。めっちゃ走りやすい。おニューの靴で気分が上がってますね。これ今日買ったやつ。これさ、本当に美味しかったんだよね。早速これで今日は水餃子スープを作ります。8、9。まあ俺も入れたい。10個。まあ見て、みんながはい気持ちいいって上がってる。今日のおつまみ、ロティサリーチキンでございます。前はさ、並んでも買えなかったんだけど、今はもう普通に買えます。よいしょ。どうだ、どうだ、分解完了。ナイス。ダブルドリーいけるかな。金魚すくいじゃなくて、ドラゴすくい。あ、やった、ダブルドリー。うん、ダブルドリー。やったね。トリプルドリもしてるな。50点。いただきます。これ初めて食べる。水餃子。うん。ご飯。手がね。はい、お肉でーす。いただきまーす。これありますよ。年下人権なさすぎる。銀が人権なさすぎる。家庭によっては最強なとこありますからね、水餃子。うちは逆だね。かわいそうだね。こっちの。下の子たちは強く生きるんだぞ。でも朝日と噛んだったら朝日の方が強くない？確かにね。朝日結構噛んねえねえに、あの一番唯一命令できる人。でも噛んだ秋だったら秋の方が強くない？赤の方が強い？どうかな。いや、噛んちゃんの方が強いんじゃない。握力？違う。権力。権力。噛んは秋に逆らえない気がする。そう？あ、でもそうかもしれない。ということは一番強いのは秋朝で、秋が強いから、うちの序列順に言うと秋朝、寒銀。秋朝、寒銀、そうだね、うん、一番権力を持ってるのは実は銀を一番いじめてるのは寒銀。違う、一番いじめてるじゃなくて銀しかいじめれないの。逆らえないの。皆さんはストレッチタイムでございます。肩が巻き肩です。この人何してるの。寝室でリコン、ねえ、あの桃みたいな、リンゴみたいな、なんか言ってたね。まだあれ皮のまま食べれるんだけど。
かじる？うん。まだ硬い気がする。もうちょっと入れた方が良さそうなので、こっち食べな、チャピ。美味しいよ。ほら。うん。どうぞ。果物が大好きなチャピ。美味しいですか？美味しいよね。今日はいっぱい運動したんじゃない、チャピ。うん。ね。うん。綺麗、このチリすごい。